麻雀遊戯王。麻雀遊戯ヒストリー。さあ、プロ雀士の方に自身の年表を書いてもらいまして、その生い立ちと生き様を教えてもらおうというコーナーです。こんにちは、ゆびくんです。そして今回年表を書いていただくのは小庄司亜美プロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして今回企画のご意見番として来ていただきました宮内小泉プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということでですね、はい、このヒストリー企画、年表を書いていただく企画、結構いろんなプロの方にやっていただいてるんですけども、ちょっと風の噂にですね、小庄司亜美プロの人生がなかなかにえげつないぞという話を聞きまして。私も聞きました。なんかそういう話があるんですね、うん、そうなんですよ、はい、ノートね、はい、ノート読んだらすごいよみたいな。なのでここはちょっと小庄司亜美プロにですね、年表を書いていただいて、はい、それを全部こう闇を出していただきたい、いい機会なので、はい、海を出していただきたい、さらけ出していただきたいと思いまして、急遽小庄司プロに来ていただきました。はい、お願いします。まるで人生に闇があったと感じさせない笑顔ですけど、本当だよね。ですよね、はい、そんなに大変な感じなんですか。まあ一般の人はなかなか経験しないじゃないですか。あ、なるほど。これちょっと我々、まあ、噂には聞いてますけど、どういったものかっていうのは一切知らないので、はい、ここはちょっとせっかくなので、はい、どうして今に至ったのかというのも含めてちょっといろいろと書いていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、どうも書き始めていいですか。はい、じゃあ書き始めていただいて、はい、まずどこから始まるか。まず最初は、最初、まあ、生まれた、はい、そうですね、まあ、まず生まれないとね、まず生まれないとなんですよね、はい、すいません、漢字が、はい、あ、大丈夫です、全然大丈夫ですよ。漢字はね、はい、1996年4月6日に生まれました。なるほど、生まれました、はい、で、そこからまた、はい、もう一発目にちょっと事件が起きます。あ、なるほど、はい、早めに起きるんですね、事件が。はい、1歳半の時に養護施設に入ります。へぇ、はい、おー、養護施設に入る、はい、あっけらかんと。養護施設に入った理由なんですが、はい、はい、そうですね、理由がありますよね。なんでなんでしょう。はい、はい、父親の死です。あ、なるほど、はい、まあこれはね、お父さんが亡くなったというのは、はい、これも本当に痛ましいことですもんね。はい、で、まあ入られたと、はい、父の死の理由なんですけど、はい、まあ、簡単に言うと、あの母親がですね、はい、あの悪い系の薬に走ってまして、なのちょっと良くないよ、あの警察に怒られるな。あ、まあもうバチバチに怒られますね。警察にこらーって言われるようなお薬を、はい、お母さんが、お母さんがしてました。たしなまれてる、はい、なるほど。で、どうして父が死ぬんですか。そうですね、そこでですね、母親が、まあ、ちょっともう薬の関係で、はい、まあ、生きるのが辛くなっちゃったと。なるほど。で、まあ、無理心中を図ったんです。はい、なるほど。こうお母さんが、はい、もうやだってなっちゃって、はい、お父さんに嫌だよねって言ったんですよね。まあ嫌だよねみたいな感じじゃどうかわかんないんですけど、はい、まあなりまして、で、父親がですね、はい、すごくかっこいいんですけど、はい、お前が死ぬなら俺が死ぬと。かっこいいのかな。あ、そのまま実装しちゃいました。え、はい、じゃあお母さんを残してお父さんが亡くなられた、はい、でお母さんに伝えた言葉は、はい、さ、お前は母親だからこの子供たちをあの育てないといけない義務があると。なるほど。で、俺のことはもういいと、はい、だからあの子供たちを育ててやってくれっていうので、はい、あの昔あの皆さんあのキッチンの火つけるガスあるじゃないですか。ありますね、はい、あの管のそのまま直接つながってて、はい、まあ、今 その技術よりかは劣ってたので、はい、あのスッて吸えるんですよね。なるほど、はい、でそのままガスボンベ吸って、はい、大量に薬飲んで、はい、家に火つけて死んじゃいました。ラストの一部超気になったんですけど。まあ、家に火、家にもうそのまま火つけて、残りの家族はどこにいたんですか。まあ、もうそのままにいたんですけど、はい、一番上 の私4兄弟で、はい、兄私なんですよね、はい、うん、で一番上の兄貴が11個上なんで、はい、まあ、結構年齢も上なんですよ、はい、まあ、その今のこの当時だったら、はい、まあ、小学校6年生ぐらいの時だったんで、はい、あのもう母親がそういう状態だから、はい、俺は警察に行って助けを求めると。なるほど。で2番目の兄貴も8個上なので、はい、まあ、子供たちをとりあえず安静な場所に、はい、あの安全なところにやって、はい、とりあえず見てくれっつって、はい、来たんですよ。なるほど。で多分もう母親はもう暴れてたんだと思うんですけど、はい、まあ、父親のその姿を見て、まあ、もう放心状態だったのか分かんないですけど、はい、まあ、一応無事でした。子供たち、なるほど、なるほど、子供たち、はい、まあ、皆さん無事でしたと、はい、お母様も
母さんも多分警察がその後来て、まあ、保護というか、まあ、はい、だと思います。っていう流れで、で、まあ、その後、まあ、養護施設に、はい、要は兄弟皆さんで行かれた。はい、養護施設に行きました。お父さんのお前が育ててやれという言葉は叶わずという、ね。叶わずですね。で、1歳半なので、養護施設ってあの2歳から入れるんです。なるほど、はい。で、あの、私の上のその3人はそのまま養護施設に入り、私はですね、はい、あの養護施設のちょっと下の方にある児童相談所っていうところで一応保護という形で入りました。なるほど。その後あのちゃんと2歳からあの養護施設に入りました。お兄ちゃんとかと一緒のところに、はい、皆さんと一緒にで入りました。はい、開始1年半で相当そういうことになりましたね。はい、はい、ですね。じゃあ次行きます、はい、で、時がすごく流れました。流れました。はい、はい、いや、これ平穏なのはいいことですよ。8歳になりました。8歳、6年ぐらい経ちましたね。ここですごい大事件が起きます。またもや母、母事件になります。母事件、あ、ちょっと、はい、母検事、母検事、間違えちゃった、ごめんなさい。大丈夫、大丈夫、あの、はい、それぐらい、とっても他愛のないことです。すごい、大丈夫です、大丈夫です。母事件、はい、母事件が起きます。まあ、ノート見てくださった方は分かると思うんですけど、はい、まあ、養護施設に育ってる子ってあの面会っていうのと、はい、あの帰宅っていうのがあるんです。で、面会っていうのは1日で、まあ、お母さんとかお父さんと会ってその日に帰ってくるっていうやつで、あの帰宅っていうのは、まあ、養護施設の先生とあのお母さんお父さんで話し合って、まあ、3日間じゃあお家に帰ります。で、まあ、3泊4日みたいな感じで、あの4日目にじゃあ戻りましょうみたいな感じ の、まあ、あの養護施設出た後もちゃんと生活ができるようにっていうのでやるんですけど、あの私は帰宅であのおばあちゃん家に行ってたんです。なるほど。で、あの、はい、お母さんとか兄弟とかみんな行ったんですけど、はい、まあ、あのこの時も多分ですね、あのまだお薬はやってらっしゃったと思ってて、なるほど、あの1番目から2番目の兄貴とちょっと喧嘩をしてしまったんです。はい、それはもうお母さんとそのご兄弟の方が、はい、もうまだそんなことしてんのかよっていう感じで、あのもうすごい細かく言うと、兄があのお母さんに対してちょっときつい言い方をしちゃって、うん、それに逆上したみたいな感じなんですね。で、あのお前らも全員みたいなふざけんじゃないですか。おっと、物騒な、またもや物騒な展開に、まあ、とりあえず一番上の兄貴とおばあちゃんと、はい、あのお母さんで、まあまあまあみたいな感じで他の部屋にちょっと待ってよみたいな感じになって、はい、その数時間後に、はい、まあ、私とあのお母さんが寝るお部屋をがおばあちゃん家にあるので、はい、そこに行ったんですよ。で、あの、まあ、当時まだ8歳でそこまでちゃんとあの家族のことも分かってなかったんで、うん、母親が寝るちょっと前ぐらいに「亜美、お父さんに会いたい?」みたいな声掛けをしてるんです。はい、でも私は知らんと思ってたんですけど、うん、お母さんが言うならもしかしたら生きてるんじゃないかなと思って。そう、可能性は確かにお母さんが言うなら思いますね。はい、で、会いたいっていう風に言った瞬間に首を絞められて、合わせに行った、はい、で、首を絞められて、はい、そんなに言うならお父さんに合わせる、そんなに言うならってお母さんから聞いたのに、はい、で、まあ、今でも結構すごいあの自分の人生に心に残ってるんですけど、はい、お前なんか必要じゃないから、あ、これ必要とされてないからみたいなことを言われて、で、首を絞められ、はい、その後のちょっと記憶も私あんまり覚えてないんですけど、はい、次の日に起きたらお母さんが普通になんかおはようみたいな、わー、なるほど、なんか今日ゲーセン行く、おいしいご飯食べ行こうみたいなこと言ってたんですけど、いまだにあのその首絞められた時のお母さんの顔を覚えてて、うん、すごかったですね。もう怖かった。いや、もうそれ、それもう記憶に残っちゃいますよね。はい、お母さんも何でしょう、精神状態がその人によって違ったりするんでしょうか。あの、すごかったですね。あの、もう喜怒哀楽が一個一個すごい激しいんですよ。だからなんかもう多重人格者なのかなみたいな感じだったんですけど、まあその話を聞いて、あの、やっぱ薬だったんだなっていう感じですね。よく本当にね、その時に 何事もっていうとあれですけど、はい、ご無事でよかったですね、本当に。本当死んでたらもう今ここにいないですからね。そうですよね。はい、すげえ笑顔じゃん。さあ、さあ行きましょう。はい、ここまでね、もう相当ね、今までのどの方にも壮絶な匂いがしますが、はい、さらにね、はい、この後あるんでしょう。はい、はい、また時が流れました。はい、13歳、中学校1年生になります。はい、で、ここで母親が亡くなります。なるほど、これお母さんが、はい、で、まあ、中学校入って、はい、あの授業が始まるって前に、まあ、養護施設の方から電話がかかってきたんです。
で、あの、なんだろうと思ったら、アミはもう早く帰りなさいと、施設の方に。で、帰ってくる時に、年子の兄の、まあ、フミヤなんですけど、フミヤって名前なんですけど、フミヤも一緒に帰ると。で、養護施設に入った子どもたちって、まるまる18歳までマックス入れるんですけど、18歳までいる子もいるし、途中でお母さんとお父さんのお家に帰るっていう子たちもいるんですね。だから私とフミヤはすごく帰れるんだみたいな、養護施設から出れて、もうお母さんとかおばあちゃんの元で過ごせるんだと思ってたら、一番上 の兄貴から、まあ、母親が9月の20日に亡くなりましたと。で、そのいろいろ過去を話してくれたんですね、自分が知らないところ、まあ、お母さんが薬をやってて無理心中やったとか、お父さんが自分がこうだと、そういうのを話聞いて、もうこっから人間不信になりまして、まあ、もう誰も信じられないみたいな。で、養護施設の先生にもすごく厳しく当たって、もう口癖が親じゃねえのに許せえつって、まあちょっと衝撃的すぎて、はい、グレるというかね、まあそうですね、っていうところに行ったわけですね。なんか養護施設出ても自分はずっともう一人なんだみたいな、だったら別に生きる必要性なんかないじゃんみたいな感じまで落ち込んでって、もう一番グレてましたね。学校も行きたくないみたいな、もうどうせ遊んでも楽しくないかって感じでした。いや、これに関してはでも、ね、クラスメートもフォローもできるような状況じゃないですもんね。もう言えなかったですね、お母さん死んだとかっていうのもなかなか。なんかそのお母さんの死っていうのは理由は何なんですか？これはまあ、やばかったらピー入れてほしいんですけど、一応聞いてみましょうか、はい、まあ、お母さん結構その闇の世界の人たちと仲が良くて、まあ、ちょっと悪さをしまくってたらしいんです。なるほど。で、私これを知ったのは実は去年なんですよね。はい、そうなんですね。お母さんっていうのも、はい、実はずっと病気っていうふうに言われてたんですけど、去年聞いたら、実はその、まあ、闇の世界の人とちょっと喧嘩みたいになっちゃって追われてると、はい、で、もしそのままだったら死んじゃうかもしれないからっていうのでそうしたっていう風に聞きました。なるほど。もうずっとなんか肺に水が溜まる病気だとかそういう風に言われてたんですけど、うん、まあ実際はもう完全に亡くなりました。じゃあもうお母さんはお母さんでずっと壮絶な人生をたどってたっていうことなんですね。そうですね。結構若いうちにも結構、まあ、たくさん遊んでたりとかしてたと思うんで、なんかね、そういう道に走りたくねえなっていうのはあります。そうですね、はい、まあ、反面教師としてできているならば、まあ、そうですね、すごく反面教師だと思います、はい、思います、思います、はい、まあ、でもこの時はね、さすがに受け入れられないというのもありますし、はい、ちょっとね、まあ、グレる方向に行っていたわけですね、はい、はい、じゃあここからやはりどうなっていくのかと、はい、はい、で、次です、はい、ちょっと待ってください。施設を出ることになります。なるほど、はい、養護施設ね、ずっとお世話になってた養護施設をここで出ることになる、はい、まあ、今となってはすごいお世話になってたんですけど、はい、その当時本当に大嫌いで、養護施設はもう早く出て外の世界に触れたい、もう私はもうこの養護施設にいたくないっていうので、当時、まあ、高校生になってたんですけど、高校の時の先生にお願いをしたんですよ。私が悪さをして学校にも入れないよって、まあ、あれってもう退学になるぐらいのレベルの悪さをしたって言ってくださいと先生。なるほど、うん、で先生も、まあ、それは自分のその一声で子供が生徒が、まあ、家にから施設から出ないといけないっていうのもあったと思います。でも私が本当に出たいんです、お願いしますって言って、まあ、退学になるぐらいの悪さをしましたよっていうのを施設に電話して、はい、まあ、施設側もそういう悪さをする子は入れないじゃないですか、なんで17歳の時に一人暮らしを始めます。なるほど、はい、もう施設を出るためにちょっと先生に協力をしてもらって、はい、まあ、嘘をついてもらった、はい、実は年子のフミヤも同じようなことをして学校も施設も辞めたんです。それを知ってたので、はい、私もそういう悪さをすれば養護施設に出れるっていうのを考えてたんで、なるほど、なるほど、はい、うん、どうにかこうにか出れるような策があるんだったら、もう自分が悪者でもいいから施設を出たいっていう感じでした。なるほど、はい、そしてもうここで施設を出られた、出ました、はい、はい、その次ですね、次ですね、はい、同じ17歳なんですけど、はい、その流れでですね、施設を出られた後ということですね、はい、はい、300万円の借金を負います。なるほど、これはちょっと、はい、どうやって いろいろ理由とか流れとかいろいろね、まだこれだけではちょっと分からないことが多いですから、引いてみましょう、はい、はい、この300万円は私が、はい、
作ったやつじゃないです。実は母親が作りました。なるほど、はい、ここでその借金を負うことになるというか、はい、まあ、養護施設を出まして、はい、一人暮らしをしている時に、はい、まあ、見知らぬ黒服のおじさんたちが来ました、はい、いるんですね本当に。はい、本当にいました。で、まあ、写真を見せられたんです。あなた〇〇さんの娘だよねって言って、その写真が母親だったんです、うん、で母親の人から、まあ、300万円借金がある場合、まあ、自分が死んだら子供が払うっていうふうに書いてあったんですね。お母さんがそういうふうに、はい、まあ、なんか小文的なことを書いてあったんです、ね、それ相続放棄とかでなんとかなんないのかなっていうふうに我々なら思いますけど、うん、17歳ですよね。もう私はもう大パニックになりまして、うん、えみたいな。そうですね、え、それ もしかしたらそれはじゃあ嫌ですね、私の母親がやったことなんで娘だけどやりませんって言った瞬間にパーンと押されたらもう大変じゃないですか。そうですね、何があるか分からないからね、はい、なんでもう渋々300万円の借金をじゃあ私が返しますと、はい、なんであんまりその周りの人とかにも知られたくないので言わないでくださいって言って、ただこの借金をこう返してくれって言ってきたその黒服の人の中に多分ですけど母親とつながってた人いるんですよ、うん、こっち系で。あ、そうなんだ。今にして思えばいたんじゃないかと、はい、で、まあ、そういう人たちだったから、まあ、例えば臓器売られちゃうんじゃないかとか、うん、風俗に飛ばされちゃうんじゃないかって思ったんですけど、はい、そこはなんとちゃんと会社を見つけてくれて、はい、お前はここで働けと。なるほど、そんなに借金を返したいって言うんだったら払ってくれって働き口を斡旋してくれたんですね、はい、で、まあ、月にその時もずっとパソコン作業で私も何も分かんなかったんですけど、それであのちゃんと毎月10万円ずつ払っていって、あのちゃんと返しました。いや素晴らしい、およそ2年半ぐらいですね。そうですね、はい、その時にあのちゃんと返しました。いやこれはすごい。このままその借金を、ね、あの踏み倒すとかもなくちゃんと完済したと、うん、すごい完済しました。素晴らしいです、はい、次行きますか。で、はい、ここでですね、はい、まあ、これもう完済し終わりました。なるほど、完済した後ということですね、はい、です、はい、ここでですね、はい、あ、ちょっと急に怖い感じ、はい、え私にとって神様と会います、はい、なるほど、はい、え、大丈夫ですか。人間ですよね。あ、人間ですよ、人間ですよ。あ、よかった、なんか急にスピーチャーの話してたから。違う人間と会います。はい、はい、さあ、この神様は誰なんですか。じゃあ、はい、中田かなプロと白鳥翔です。おー、はい、なるほど。確かに白鳥プロを神様だと思ってるってお話は日中の時にお聞きしました、はいはい、で、その19歳の時に実は麻雀と出会ってます、はい、で、同じその会社で働いてた先輩が麻雀をする方で、うん、もしよかったらアメも麻雀を覚えてみないっていうので麻雀をし始めたんです、はい、で、あの、いざじゃあ振りに行くとかっていうのは無理なので、うん、これどうってゲームをおすすめしてくれたのが麻雀ファイトクラブだったんです。なるほど、はい、で、初めてあの麻雀ファイトクラブでゲームをしてる時にプロ対戦で初めて会ったのが中田かなプロ。へぇ、はい、かなさんと同卓して、まあ、ボッコボコにやられるんですよ、もう普通に。で、誰だろうと、私はもうそういう麻雀っていうのがもう分かんなかったので、どういう人なんだろうって調べて、プロの方だ、いや麻雀に特化したからこんな人がいるんだっていうので、どんどん調べていくうちに、まあ、白鳥さんとかなさんのこの、まあ、麻雀 そのプロの道とかを調べていって、すごいかっこいいと思って、もうこっからすごい麻雀にはまりましたね。なるほど、お二人をきっかけにということですね、はい、もう今となっては自分の人生を変えてくれた存在といっても過言ではないです。なるほど、本当に。でも大げさな話ではなく本当に神様ぐらいの、もう本当に神ですね、まあ、ってると。もうかなさんと白鳥さんを知らなかったら多分つまんないなとか言って投げ出してまた闇の世界に入っていったのかもしれないし。またっていう言い方でもまた今のところこういう闇の世界に入ってないですかね。大丈夫です、大丈夫ですよ。闇気に入ってたのかもしれないです。なるほど、はい、いやーよかった、その神様と出会ったおかげで道が開けた、うん、はい、開けました、ね、はい、そのまま麻雀と出会い、はいはい、21歳になりまして、はい、21歳2年後、はい、なるほど、プロになります。はい、これプロ入りをされたのが21歳。はい、なるほど、なるほど。ここは結構順調にじゃあプロになられたんですね。そうですね、うん、まあ、でも結構その毎日毎日麻雀打ってたんで、うん、まあ、たくさん負けることもありましたし、もうなんかつまんないなみたいなこともあったんですけど、あのお客さんが、ある人のお客さんが
私にめっちゃなんかかっこいい言葉を言ってくれてて、はい、で私初めて国士無双上がった時だったんです、はい、その時にこんなに麻雀たくさん打ってたけど君みたいな子がそんなすぐ麻雀始めて数ヶ月の子がこういう手配をで麻雀の国士を上がるっていうのはそういう人もいるんだから君が下手くそでも勝てる時はあるから諦めずに頑張ってほしいっていう風に言ってくれて確かにハイパイが悪くてなんだよこの手っていう風に思うんですけど自分のそういう人生と比べてぐちゃぐちゃでも最後には成功するっていう風に考えるとなんて奥深いゲームなんだと思って、うん、なるほどそこでちょっと人生と国士無双がリンクしたわけですね。そうですね。もうぐちゃぐちゃだろうが役満っていうすごいかっこいい役になるっていうのがすごい自分の人生と合ってるなと思ってぜひそのかなさんとか白鳥さんとかの同じ麻雀プロっていう世界に飛び込んでみていろんな強い人と戦ってみたいとで最終的には自分の目指しているタイトルを取ったりとかこれからじゃあ養護施設に出てきてそういうなんかプロの道に走っていくとかっていう子の人生を引っ張っていきたいなと思ってプロ入りしました。なるほど、はい、いやこれすごいいい話ですねもうお二人と麻雀って出会わなかったら本当にすごい人生だったと思います。もしかしたら母親と同じ人生に歩んでたのかもしれないし、うん、そういう闇の世界に入ってたのかもしれない。そうですね、これね、いくらでも、ね、可能性は、ね、ありましたからね、はい、いやその中でも国士無双が上がったっていうのもいいですよね、はいはい、自分の人生も、ね、こうぐちゃぐちゃになっても最後に役満が立せんだぞっていう、はい、思えた。いや素晴らしい、素晴らしい、はい、そして今に至るのかね、そうですね、まあ、この後にも、うん、まあ、一昨年なんですけど、はい、人生で初めてその決勝卓に残ったんですね、うんうんうん、新人王戦っていうやつに残って、はい、まあ、その時にも結構なんか注目をもらってたんですよ、うんうん、だけど自分で本当にいいのかとか、 なんかまあ自分その養護施設育ちっていうので、まあ、結構いじめられてた時代もあったので、うん、なんかその表向きに言うのがすごい恥ずかしかったんですけど、まあ、その当時一緒に仲良かった麻雀プロの人たちとかに別に小障子のその過去の人生とかどうでもいいんだからもっと輝ける世界でいっぱい花を咲かせていった方がいいよっていう風に言われてもう誓いましたね。死ぬまで麻雀プロやろうと思って。なるほど、はい、いや素晴らしい決意だと思いますね素晴らしい、うん、素晴らしいですね。てかでもやっぱ神って合いますよね。神合いますね、神合う本当に書いとこう、書いとこう。宮内さんはスピリチュアル楽しみだ。違います、私は神彼と出会って救ってもらったんで、はい、神様ってやっぱ誰にでも現れるんだなと思って、はい、救ってくれる存在っていうのが出てくるわけですよね。そう、出てくるっていう、はい、この神です、二人で神です。なるほど、はい、この神と出会えたおかげで、うん、新しい、ね、人生の指針ができたということで、はい、いやいや、確かにこれ壮絶なお話でしたけども全部聞いてみればね、本当に今の、ね、小正月を応援できるような人生でしたから、だからその笑顔がね今ね出せるっていうのはねすごい素晴らしいことだなと思いますね。まあ、この動画で言えないすごい詳しい話とか、はい、もし聞きたいってあれば、はい、全然聞きに来てください、うんうんうん、包み隠さず言います、はい、なんで動画で言えないこともあるかもしれないんでねそうですね、動画で言えないことはきっとねいろいろね YouTube にも怒られたことあるでしょう、ね、はい、あると思う、はい、でもこうかいつまんでですがちょっと壮絶なね、はい、年表で、ね、書いていただきました。いやでもこれを経験したらやっぱこの先小正月は強いだろうな、はい、もうね人生のね国士も上がる寸前なんじゃないかなと。え、本当？やった、わかんないです。そこなんかそうだと思いますよって言ってくれるのが多分いいと思いますけどね。そうだと思いますよやったはい、はい、これはちょっと引き続きですね小正月を応援していただきたいと思います、はい、はい。あとはもっともっとね毒をね吐き出してほしいなと思った方はぜひ直に聞いてねどん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 小正月の毒を吐き出してはい、はい、あげてくださいということで、壮絶な年表をご承知くんありがとうございました。いい、ありがとうございます。あ、すごかった。宮内くんもありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ということですね、この動画が面白かった、あとはご承知くんのことをこれ応援したくなったぞって方、ぜひチャンネル登録そして高評価お願いいたします。ということで今日はここまで、まったねー。